メディアを再生するサイレント映画の動画サイレント映画は音声音響特に俳優の語るセリフが入っていない映画のことである無声映画とも呼び対外念はトーキーであるサイレント映画のフィルムには音声トラックが存在しないがトーキーフィルム登場後に音声トラックに劇ともを収録したサイレント映画をサウンド版さらに日本では 活動弁士による解説も収録したサウンド版を解説版と呼ぶ19世紀後期の映画の発明以降の約40年間、1927年に世界初のトーキー、ジャズシンガーが発表、実用化されるまで商業的に世界各国で制作、公開されていた映画はすべてがサイレント映画であった。 サイレント期の劇映画はパントマイム演技とカットタイトルの字幕によるセリフと書きで表現する芸術であったが日本では各常設活動館に常駐した活動弁士による生の解説に追うところが大きかった日本では1930年代前半にトーキーに移行し始めたが剣劇映画を中心に1938年まではサウンド版を含めたサイレント映画が制作 公開されていた。ギネスブックが認定した世界初の映画、ラウンドヘイガーデンシームの一カット、巨大なセットが組まれたイントレランス。詳細は映画史を参照世界最初の映画は1888年にルイル・プランスが生み出した、オークウッド・グランジュ庭園を歩き回る人々を撮影した上映時間2秒の作品で、タイトルは ラウンドヘガーデンシーンラウンドヘガーデンシーンである。モーションピクチャーの芸術、技術はサイレント期と呼ばれる時代に全面的に成熟し、その後1920年代以末に発生映画にとって変わった。多くの映画学者らは新しく到来したトーキーに監督や俳優、スタッフたちが適応するまでの数年間、映画の美的クオリティは減少したと指摘している。 サイレント映画の映像美、とりわけ1920年代に制作された作品のクオリティは極めて高度である。しかしながら、一般には原始的なものであり、現代人の干渉に耐える白物ではないとの誤解が広く存在する。誤った速度で映写されるなどの技術的エラーや、オリジナルプリントの消失による質の低い、デューププリントやフィルム断片しか現存していないなどの、 保存状態の悪さに由来する誤解である。1927年に世界初の長編商業陶器とされるジャズシンガーが出現するまでは、ほとんどがサイレント映画であった。音声がないという制約から様々な映画的テクニックが開発され、それは現代の映画にも引き継がれている。登場人物のセリフは字幕を挿入することで表現、したが、 俳優の演技は大げさなものにならざるを得なかった。上映に際しては、オーケストラやバンドによる音楽伴奏がつくことが多かった。日本では、上映中の映画の進行に合わせて、その内容を解説する活動弁士が活躍し、徳川無生のような人気弁士も現れた。トーキーが実用化されてからは、 サイレント映画に音楽のサウンドトラックを付加したものが上映され、これをサウンド版という、当期以後の時代にもサイレント映画として制作された作品も存在する。ジャック・タチ、ベルブルックス、アキ・カウリス・マキラがその後のサイレント映画を監督した映画作家である。カテゴリー、サイレント映画も参照カテゴリー、サイレント映画の監督カテゴリー、 サイレント映画の俳優、ありがとうございます。